はいどうも皆さんこんにちは、渡辺です。今日はですね、30〜40代の方向けの360度綺麗な形に見えるハーフアップアレンジをご紹介します。やっぱりね、30〜40代ぐらいになってくるとね、髪の毛がちょっと柔らかくなってボリュームが出ない、そんな感じのね悩みを抱えている方も多いと思います。今日のハーフアップアレンジはねじるだけで360度綺麗な形でボリュームが出るハーフアップアレンジになります。不器用な方でもね、時短でできるハーフアップアレンジになりますので、ぜひ参考にしてみてください。それでは動画をどうぞ。でまず上下に分け取っていくんですけど、だいたい耳のラインより下の髪の毛をざっくりと下ろします。で上の髪の毛を左右だいたい半分に分け取ります。分け取った髪の毛を後ろで交差させてねじっていきます。だいたい2〜3回ぐらいねじってもらって、こんな感じですね。でこのねじり終わった最後のところでゴムで結んでいきます。で結び終わったら2つに分けてギュッと締めてあげると形が整います。でこのゴムの部分を押さえて、少しねこの辺が結構ペタッとしている状態になっているので、ボリュームを出していきます。ゴムの部分を押さえながら、このねじったところの表面の部分ですねを少しだけですけど引き出していきます。そうすることによって頭の形だったりとかが綺麗になって、より立体感も生まれてきます。こっちの部分を今ボリュームを出したので、次は反対側ですねを同じような感じで少しボリュームを出していきます。頭の形がこう丸くなるような感じで引き出してあげるとバランスが綺麗になります。で一応この感じで完成なんですけど、やっぱりゴムがやっぱり見えてちょっと気になるという方に関しては、まあ、こういったねヘアフック、ゴムの部分にねこう挟んであげるとゴムがしっかりと隠れて、よりこなれ感になりますので、気になる方はこんな感じでやってみてください。あとはね、毛先の部分をお好みでストレートアイロンで外に巻いていきます。基本的にミディアムぐらいのね髪の毛の長さとかだったら、外にね毛先を跳ねさせる方がバランスが綺麗ですので、ちょっとねアクセントとしてこんな感じで跳ねさせてもおしゃれに見えます。このね結んだ部分とかもう少しね巻いてあげると、よりツヤ感が出たりとかします。こんな感じでバランスが整ったら完成です。はい、こんな感じでね、ご紹介させていただきました。普通にこう2つに割ってねじる。で、そうすることによってね、ボリューム凹凸が出るところもあるんですけど、やっぱりね、この正中線の部分、やっぱりね、そこの部分をしっかりとボリューム出すと、頭の形が結構綺麗に見えます。なので、横を出すっていうよりも、この真ん中の部分をしっかりとね、ボリュームを出すっていうことを意識してあげると、綺麗な形になりますので、ぜひ皆さん練習してやってみてください。今日もね、最後までご視聴いただいてありがとうございました。今後もね、皆さんが綺麗に可愛くなれるような動画を作っていきますので、今後ともよろしくお願いします。この動画が良かったら、グッドボタンとチャンネル登録とコメントもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。